おはようございます、こんにちは、こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。突然ですが、明日からまたセールが開催されます。コストコとかでよく聞いているので、僕は聞きなじみがあったんですけど、バックトゥースクールセールというタイプのセールです。9月から新学期が始まるから、それに合わせていろいろいるようなものあるでしょっていうセールなんですけど、日本だと9月新学期じゃないんで、なんかんって思うかもしれないんですが、海外では夏休み明けのね、9月から新学期に入りますので、その関係でね、バックトゥースクールセール、アリエクスプレスではなぜか新学期応援セールという翻訳になっているというわけなんですね。なのでちょっと違和感があるかもしれませんが、とりあえず今回もお得なセールが来たんだなというふうに思っておけば間違いがないでしょう。今回も各社からセール情報届いてます。今回からね、リストが増えてきたので、そのリストの Excel 情報に直接アクセスできるように仕様を変更したので、よかったらね、この動画の詳細欄の部分、もしくは多分コミュニティの方でもね、投稿すると思いますが、そちらの方から URL で飛んでもらって、 Google スプレッドシートっていう、まあ Excel みたいなもんですよ。インターネット上で見れる Excel みたいなもんなんですけど、そこにね、飛んでもらうという形になってます。よくわかんない人はちょっと行ってみてください。次のセールでは対策するかもしれないです。で、この今回のバックトゥースクールセール、うちのチャンネルには3つのところから連絡が来ました。まずはいつもケーブルを新しいのを出してるヨンセ、ここもね、お得なケーブルいっぱいあるので、よかったら詳細欄の方からリストチェックしてみてください。ケーブルはね、基本的にいつものメンツなんですけど、個人的にはアルパインとかアルパインに準ずるタイプのケーブルがおすすめかなっていう感じですね。あそこのケーブルいろいろ種類が豊富ですので、この機会に1つ触ってみてもいいんじゃないかと思います。それから Hi-Fi GO もバックトゥースクールセールに合わせて価格をいくつか下ろしてくれました。 Hi-Fi GO の、ね、リストもまとめておきますので、よかったらそちらの方から確認してください。個人的にはエイフールのパフォーマーシリーズ8も5もお安くなってますし、それから非常にね、力強い音で話題だったバイナリーオーディオのショパン、これもね、結構好きなイヤホンでたまに使うんですけど、これもあったり、それから先日ね、1万円クラスで非常に人気の高かったタンジムの OU ですね、これもね、若干というかかなり強く値引きがかかりますので、このタイミングで掴んでいいんじゃないかなと思います。他にもキネラのアビス、レレントレス、プルタスビースト、ここら辺定番ですね。セレストもね、いくつかの商品がお安くなってますので、セレストの商品もともとコスパがいい商品なんですが、そこからさらに2割引きだったりとか、さらに加えてアリエクスプレスのクーポンコードが効いたりとかして、かなりここもお値段下がります。ぜひ触ってみてください。特にプルタスビーストなんかは 89.99 ドルが平均の標準のね、販売価格なんですけど、そこにストアクーポンと今回出してもらった専用クーポン、これがストアコードなのでストアクーポンと同じものなんですけど、このチャンネルから飛ぶと使えるコードと、それからアリエクスプレスのコード組み合わせると、プルタスビーストは 57.99 ドル、89ドルから30ドルも引かれるんですね。だいたい3割引きぐらいに、 33% オフぐらいになりますので、よかったらね、こちらもぜひ活用してください。他にも非常にこちらも人気です、ケファインのデルチも、Hi-Fi GO の方からも販売されてますので、これもいいですし、あとローズの RS9039 ですね。9039使ってる DAC まだ少ないんですけど、90382Q2M っていうね、他の DAC がよく使ってるやつのちょっといいバージョン、まあ音としてはそんな変わんなかったんだけど、でもこれもともとダックとして安いんですよ。安いのにさらにそこから25ドルほど引かれるので、かなり安く買えます。1万円以下でね、ダック探してる方はこれ非常におすすめですので、ここら辺もおすすめですね。とかフォシオーディオの SK02、 これもね、1万5000円ぐらいの非常にいいデスクトップ向けのダックなんですけど、僕これ今一番使ってます。これを机の上に置いて他のやつをたまに引っ張り出すぐらいの感じになってるんですけど、 SK02 もかなり強く値引きがかかってます。 20% 引きにさらにストアコードとかいろいろかかるので、これもね、だいたい 30% 引きぐらいまで、値引きが効くと思いますので、ぜひこの機会に逃さず使ってみてください。というわけで、ヨンセとハイファイゴーの話をさらっとしたんですけど、実は今回、さらに強烈なクーポンコードってのが一つあるんですよ。アリエクスプレスの公式がね、ストアと協力して、出してくれるうち専用のコードで、ビッグセーブっていう企画のコードなんですけど、アリエクスプレスのコード、アリエクスプレスのね、値引きってちょっとめんどくさくって、ストアコードっていうお店が商品単位でかけてるコードに、それからアリエクスプレスコードっていう、どの商品にでも使える、いくら買ったらいくら引きっていうコードが存在するんですね。で、今回このビッグセーブで使えるコードは、アリエクスプレスのコードと同じものになります。なのでストアコードと併用はできるんだけど、アリエクスプレスコードと併用ができないコードが発行されてるよってことに注意してください。すげえ分かりづらいんですよね。なんでこれは商品限定のアリエクスプレスコード
っていうことですね。ストアコードとアリエクスプレスコードっていう2つの商品がの値引きコードが重ね掛けできるんですけど、こいつの分類はアリエクスプレスコードっていうわけです。今回使えるアリエクスプレスクーポンコードは5種類。すべてね、自分のチャンネルでこれ値引きしたい欲しいもんあるって言われて出した商品になります。まずは、この商品はかなりこのチャンネルでも人気ですので、まあ当たり前だよなと思うような商品が並んでますので、一つずつ紹介していきましょう。一つ目に紹介するのは CVJ のナイトエルフ。非常に話題になったイヤホンですよね。6mm と 10mm のデュアルダイナミックドライバーに加えて、8mm のダイナミックドライバーを加えてトリプルダイナミックドライバーです。で、これ6mm と 10mm のやつは普通の振動板、いわゆる複合樹脂振動板を使ってるんですけど、8mm だけは、これがね、また面白いことにダイヤモンドライクカーボン系の振動板を使ってるんですよ。何が違うのかっていうと、中音域だけ非常にキレのいい音を出すことによって、高音域と低音域のその温度感と違うんですね。普通のこういうイヤホン、高音域をはっきり出したいので高音域がカリッとした音になって、で低音域がしっとり重たい音になりがちっていう感じで、高音から低音にかけてこうちゃんと綺麗に坂みたいに音のバランスが変わっていくんですね。これはこれで大変素晴らしくて、これのねバランスを保ったイヤホンで素晴らしいイヤホンっていうのはいくつもあるんですけど、ナイトエルフって非常に特殊なのが、高音域と低音域はしっとりしてるのに、中音域だけカリッと出せるようなドライバーの構成にしているっていうのが面白いところなんですね。で、これってただおかしいだけなのかなと思ってたんですけど、まあこれが綺麗にバランスとして成立していて、なおかつこれってこの低価格帯ではまず見ないバランスなわけですよ。なので聞いてみると、とにかくこれが面白い。おまけに5000円以下の価格帯で全然購入できてしまう非常にお安いイヤホンでもありますし、まあ見た目がかなり好みは分かれるんですけど、この見た目のおかげで有名になったっていうところもありますよね。なのでナイトエルフ、いつでもおすすめのイヤホンではあります。ただ今回はクーポンコードがね使えるので、さらにちょうどいいタイミングで買えるんじゃないかなと思いますので、よかったらねナイトエルフこのタイミングで掴んでみてください。アニメ感がマシマシでアニメ好きの人にはいいんじゃないかなと思いますね。続いて紹介したいのが CVJ から今度は CCA です。 CCA ハイドロ、これはまだ覚えてる人多いんじゃないですかね。まだね最近発売された CCA のフラグシップで、 KZ 系のドライバーとしては初めて10ドライバーのハイブリッドイヤホンです。非常にドライバー数多いですよね。ただこのイヤホン、ドライバーの数よりも注目してほしいところがあるんですよ。こいつもねダイナミックドライバーの構成が非常に面白くて、 7mm と 8mm のデュアルダイナミックドライバーです。これで低音域側を担当するんですが、 KZ 系ってこういうアプローチって今までは 10mm のでけえダイナミックドライバーを置いてそれでぶん殴れば解決するやろっていう考えだったんですけど、その後に 8mm を2つ置いたらすごく面白いんじゃないかっていうんで CCA ラプソディが生まれました。でこのラプソディの次に登場したデュアルダイナミックドライバーハイブリッドっていうのがこのハイドロなんですね。8mm 足す 8mm から 7mm 足す 8mm だったらちょっとレベルダウンしてるんじゃないのっていうふうにお考えになると思うんですが、この 7mm のダイナミックドライバーが非常にクセモノで、こいつ XUN7 っていう新しいダイナミックドライバーなんですけど、 XUN7 は他の 8mm デュアルダイナミックドライバーと違って二重磁気回路っていう KZ が低音域をとにかくブリブリに出すための仕組みっていうので、もうずっとこすられ続けてきた仕組みがあるんですけど、これを搭載してるんですね。 XUN っていうのはさらにそこにデュアルチャンバーっていう、低音域強くしたいんだったらこのスペックが書いてある商品買えっていうところのデュアルチャンバー、デュアルキャビティ、これ二重に内部の空間を仕切ることによって低音の響き方をさらにコントロールするっていう技術です。だいたい強くなります。でデュアルチャンバーにデュアルマグネティックまで組み合わさってるんで、とにかく低音の音が太いんですよ。そこに割とそういう調整をしてないプレーンな 8mm を組み合わせるとどういうことになるかっていうと、この2つの音の厚みっていうのが重なってまた違う厚みが生まれるんですね。このハイドロ10mm ほどこってりしていないのに、妙に舌に残る、耳に残る低音域っていうのを実現していて、さっき話したラプソディ、これも 8mm のデュアルダイナミックドライバーです。非常に低音太いはずなんですけど、ラプソディからこのハイドロに変えるとさらに違う重みが生まれるんですね。ただ最初ね発売された時2万円は KZ には出せねえよなと思ってたんですけど、現在は1万4000円ぐらいまで下がりました。
でもまだ高いかなと思ってる方ご安心ください。今回はクーポンも出ますということで、多分このクーポンまで組み合わせれば非常にアリエクスプレスの中見渡しても非常にお安い値段で購入できるんじゃないかなと思います。今回ねぜひよければハイドロ体験してみてください。僕は KZ これ本当に今までの KZ とこれからの KZ をこうつなぐような素晴らしいイヤホンだと思ってるので、まあ、KZ 以外のイヤホンと聞き比べてもすごく好きなんですよ。なんで、KZ としては珍しく高価格帯の棚の中にきちんとね、残り続けているので、多分今年のベストイヤホンには絶対にいますっていうぐらいに素晴らしいイヤホンなので、ぜひチェックしてみてください。それからナイス ACK のクーポンってね、なかなか難しいもの多いんですけど、今回はヒマラヤにクーポンがつきました。ヒマラヤもねこれ非常に高評価なイヤホンで、もうさっきまで話してたこうなんだろう二郎系の楽しさというよりはよりこう丁寧な本来のね音楽の楽しみ方とかの方に近いような楽しみ方ができるような、高品質なイヤホンなんですけども、まあ、前のやつも高品質で全然楽しみはするんですが、ただ過剰な味付けとかがされてないっていう点ではヒマラヤは今までの2つとは違いますよね。でナイス ACK のフラグシップシリーズって今までねこれか、最初に出たロフティから、その次に出たトップガイ、そしてこのヒマラヤまで全て聞かせていただいてるわけなんですけど、このヒマラヤに関してはロフティとトップガイの表現からさらにこのチタンの響き方とか、それから内部のねダイナミックドライバーの落ち着きを、そしてケーブルの相性まで全てちゃんと整ったイヤホンっていうと明らかにヒマラヤに軍配が上がるんですね。付属のケーブルも特別性能がいいものではないんですけれども、このちょうどいい感じ、このケーブルがねなかなかね他のリケーブルにするとね失われる旨味っていうのを持ってるんですよね。鋭すぎず柔らかすぎずで、ちょっとね音は残るんだけどスッと消えてくれる感じもして、どれだけ聞いてもね飽きない音っていう中の一つなんじゃないかと思います。ヒマラヤ間違いなく現在の HTK のフラグシップとして恥ずかしくない、そしてチタンのねハウジングってなかなか見かけないんですけど、これもね実装しているということできっと楽しめるんじゃないかと思います。現在セールが始まる前で 49,917 円ですが、そこが値引きになって 43,927 円にさらにクーポンも乗りますので4万円ぐらいで購入できるようになるかと思いますので、よかったらこのタイミングでチェックしてみてください。まだね、一時期に比べれば 円高ではあると思いますので、そういうところも踏まえてね、ヒマラヤかなり今回もお安く買えるんじゃないかと思います。それから今回 G ガート系列リンソール系ですね、で一つおすすめを出そうかなと思ってたんですけど、今回のセールで出したのは、僕非常にドッシンコの方を非常に褒めていたんですけど、あえて今回はシンコドレスの方にしてみました。というのもね、実はね最近ねドッシンコよりこっちの方が効いてるんですよね。なんで効いてるかっていうと、ドスシンコよりも低音域の量っていうのはシンコドレスの方が抑えられています。抑えられているんだけど、高音域のソリッドな表現力っていうところはシンコドレスの圧勝なんですね。なので全体のバランスっていうのを考えるとシンコドレスの方が好ましいのかななんていうふうに最近思い始めていて、ちゃんと低音、特にサブベースの量感っていうのは残っていて、でこいつさっきねハイドロのところで褒めた、7ミリ足す8ミリ構成からさらにバカな10ミリ足す10ミリ構成でございます。でこの構成のイヤホンっていうのは特に有名なところ、僕がよく触ってるところっていうと9イヤーズのカルテットですねとか、それから聖オーディオのハイプ2-4あたりが当たります。で構成としては聖オーディオのハイプ4にハイプ2に近いモデルですよね。でハイプ2に近くて値段はハイプ2より若干安くて、そしてハイプ2よりも妙に癖があるという、でこの癖が癖になるんですねっていう非常に面白いイヤホンなので、シンコドレスに関しては特にその高音域側の、キレっていうのがこのシリーズの中では、キウイヤーズのねカルテットもキレはあるんですけど、こちらはねちょっとバランスのアマチュアの癖みたいなものも出てしまうので、そこを抑えつつもしっかりと音が出るっていうところでシンコドレスの方をおすすめしたいという感じでございます。で今回はねちょうどこのセールでちゃんと値引きが入る上にさらに、クーポンのも聞きますので、 DD オーディオストアの方から今回は紹介なんですけど、 DD オーディオ、実はもうすでにショップのねアイコンがリンソールに変わっているのを気づきました。リンソールのねあのサブストアなんですね。なので、リンソール系列の商品どれもこれもお安くなってますので、できればねこのクーポン見た後にリンソールの方のねストアも見てみると、リンソールのね本体のストアだけじゃなくてアリエクスプレスストアの方もちゃんと値引きされてますので、よかったらちゃんとそっちの方もチェックすると今回の商品の中でお得なもの手に入ると思います。シンコドレスは本当にめちゃくちゃね丁寧な鳴り方で、それでいてこう高音域側にエッジが立ってるっていう音なので、
ドンシャリ系統で低音がばっかり強くないやつがいいなと思ってる人にはシンコトレス非常に高評価になると思います。僕はこれすごく好きです。おすすめでございます。それから CCA 系列のイヤホンを一つ紹介したんでね、最後に KZ も入れとこうかなと思って、今回シンフォニーを紹介したいと思います。シンフォニーもね、これクーポンコードも効くようになってますので、そちらもねぜひ活用していただきたいですね。シンフォニー、これもともと1万円を超える価格で出てきたんですが、最近は7000円ぐらいで落ち着いていて、そのクーポンを使えば今回それぐらいの値段で購入ができますので、よかったらこの機会に掴んでみてほしいんですね。もともと KZ って PR シリーズが明らかにこう他のメーカーに比べて平面駆動機としてお値段が安かったんですけど、このお値段が安い平面駆動に KZ 特有のエッセンスってのを加えたらどうなるんだろうなっていうのを実現したのが KZ シンフォニーになります。もともと KZ 系の平面駆動って割とドンシャリ感が強くて、他のメーカーのものに比べて割り切った音が出やすいイヤホンになってるんですが、ドンシャリのドンの部分が実は平面駆動と KZ ってちょっと相性悪いんじゃないかっていう風に感じる部分もあったりしたんですね。 KZ ってサブベースをブーストした音を出すことが多いんですけど、このサブベースではなくベースの方に音が寄りがちっていうのが平面駆動でして、でそのベースもちょっとね痩せさせた感じになるかとことも結構あると。もともとね平面駆動ってそのサブベースとかを出すのがあんまり得意ではないっていう印象があったんですが、まあ、最近のものはね、あのハウジングの形とか、それから平面駆動ドライバー自体が改良されてそこが出るようになってきてるんですが、とはいえ KZ 安い平面駆動なので、そういうね最新の技術っていうところは取り込んでなかったんですね。さあ KZ 考えました。ベースとサブベースを出すにはどうすればいい、ダイナミックドライバーを詰めば普通に解決するんじゃないかっていうところで生まれたのがこのシンフォニーなんですね。でこのダイナミックドライバーを積んだだけっていう一見本当に脳筋な解決方法に思える音なんですが、平面駆動に足りなかったその厚みっていう表現力を実現するっていうところでシンフォニーは最適解を出してると思うんですよね。他にも例えば高いモデルだとレッドショアの S08 とか、それから S15 とかはね非常に評価高かったんですけど、それだけじゃなくて今回のこのモデルに関してはやっぱりダイナミックドライバーの厚みって他じゃ真似できないんだよねっていうところと、平面駆動らしいねこう丁寧な鳴り方っていうところを両立するっていうところで他のメーカーにはない魅力っていうのがあると思います。それでいて他のメーカーより安い、これ以上望むことがあるでしょうかっていうぐらいにおすすめなんですね。シンフォニーに関してはさっき言ったハイドロとかの系統とはまた違うね良さっていうのがありますので、これもねぜひ高額 KZ 掴んだことない人はこれもまた KZ もコスト払うとすごいことになるんだぞっていうところをちょっと味わってみてほしくて、まあ高額とはいえ7000円ちょっとですよ今回のセルだったらねっていうところを考えればおすすめなんじゃないかなと思いますね。ぜひこの5種類に関してもチェックしてみてください。というわけでもう一回振り返りましょう。今回はストアクーポンが4000、そして Hi-Fi GO のアリエクスプレスストアに出ています。この2つはねさっきも言った通りこの動画の詳細欄もしくはコミュニティの方にこのリストへのリンクを貼っておきますので、そちらの方をチェックして好きなものを購入してみてください。それからさっきね話したこの KZ シンフォニー、 G ガートのドシンコ、ナイス AC 系のヒマラヤ、そして CCA のハイドラ、そして CVJ のナイトエルフ、このね5機種今回のセールでねパッと掴んで絶対楽しめるよっていう5台っていうことで僕が選んだやつをクーポンとして発行していただいているので、この5機種とそしてアリエクスプレスの各セール、僕がね紹介し今回してないこの動画で紹介してない商品にもお買い得な商品絶対あります。いろいろ巡ってね明日のセールの開始時点でもいいです、あるいはねその後クーポンまた再発行されると思いますので、そのタイミングで購入してもいいですし、まだ欲しいなと思ってる方ものがある方はぜひ今回のセールもチェックしてみてください。といった感じで今回はここまでです。お付き合いいただきありがとうございました。ふぐみかんでした。また次の動画でお会いいたしましょう。久しぶりになんか音声の動画撮ったね。